お疲れ様です。今日はこちら公開テンバルやっていきます。さあ珍しくねゴブリンの檻が入った、デッキというわけで今日これやっていくんですが、なんか先日配信でちょろっと使ったらめっちゃ強くて、はい、トラがすごい上がったので共有したいと思います。まあ、20回ぐらい使って15勝5敗ぐらいだったかな。まあなんか施設プラストルネードとか、まあきついのはきついんですけど、まあ結構こう環境のなんかデッキ、新カード入りのゴブリンシュタインのデッキとかにはものすごい安定して勝てたイメージがあります。はい、またペッカとかも檻で食えるんでそれが良かったな。なんか思ったよりこの進化ゴブリンの檻か、これがね活躍した気がしました。はい、ってことで結構適当な攻めでも強かったりします。端前ゴブリンシュタイン何バルーみたいな、結構チンパンやってもね意外とそれが通ったりもしました。いやこれ殴ればいいのか、やんまー勘弁してほしいよね。でもラムライダー使ったんでみたいな、はい、もう頭悪いじゃないですか。でも頭悪くてもまあ勝てばいいよねっていう、はい、いや頭悪すぎる、相手の防衛うますぎる。ほんでもおー雪玉打っちゃえばよかった、打ってたら今の落ちてましたね。まあでもはい、今みたいなんでも勝てますよっていうで檻で食えますよって、これがいいんだよね。ペッカとかもこれで処理できちゃうんで、あとトリトンとゴブリンの檻っていう、なんかこの守りのカードが2枚、かつデリバリーもあるんで、さっきみたいなヤンキーな攻めしても後からトリトンデリバリーとか、まあ、なんか守れます、結構守れます。はい、守りは硬いですね。まあ、だからこそ攻めが通んないとかはねよくあるかもね。よいしょ、めっちゃ強い、これだけでいいで気づいたらこれカウンターになりますしね。ラム使ったやん、もうバルーン飛ばしてさグッドゲームでいいみたいな話ね。まあ一回冷静になってもいいか、レイジーがあったね。ライトニングボーイとかしてくれたら美味しいけどな。無視もあるんでね。無視もあるよね。まあ、禁忌して。まあ、一応この爆破のダメージが入るっていうことにも価値があります。メガナイトなの？まさかのね。メガニートパターン。まあ、ラム咲いたらもう、こっちのもんですよって話ね。おしまい新カード来る？来んない。勇気回る。檻回る。こんにちは。お腹が空いちゃって。はい。ラムサイター、もうバルーン飛ばしてっていうね。やっぱ体育少ないデッキ多いんでね、こういう。もうバルーンバカーが入る。てか、右側が落ちそう、もしかして。で左側が、あなんかね、そう、パワーがあります。デッキの。完成度がね、高いです。さあ、ナイスですよと。ラムに対して、このトリトンと、あとゴブリンの檻、まあ、なんなら、ゴブリンシュタインの博士のリセットがあるんでね、なんか守りが楽にできるのが使いやすいかもね。まさかのね、ゴブリンの檻が強いっていう、誰も予想していなかった。強いのかな？なんかまあ環境に刺さるね。このシュタインとかにね。そう、威圧通だ。まあホグとかロイホグとかですね。これちょっと強いね。まあなんか雑にいっちゃってもいいかもね。大森が押せ、いけ、アイスプのタイミングうまい、もう一発いけ、えっ、にゃーこれでもあーやばすぎるよね。いや本当になんかね、こんなこともよくあります。はいなんかバルーンって俺よく言うんですけど、ホグライダーがチンパンとか、そのバルーンも出すだけだとか、これだけでは終わってるとか、ゴブジェイシスパーキーチンパン好きだろとか言うんですけど、まあ、バルーン本当にそうなんですよね。なんてね、
バルーン飛ばすだけで相手が対空少なかったら勝てるじゃないですか。なんでまあ最初はまあなんかゴブリン乗り置いたり、まあ、コウモリからのディガーとか、なんかまあほんとその辺のデッキの感じを出して、まあなんか今みたいに別に適当に行ってもいいですし、相手がストラユニットで対空、まあ、フェニックスとかね、ウィザードとかマスケットジューシーとか、まあ、そういうの冴えたらもう逆サイにゴブリンシュタインバルーンポポーンとか、バルーンディガーポポーン飛ばしたらグッドゲームみたいなよくあるんで、結構なんか初手ゲーというか、なんだろうね、実は僕バルーンでしたっていう攻めが通るのが多い気がします。で、カツトはね、そのさっきの真逆のパターンもあって、お、持ち食いローグだ、あ、北国エクか、その施設トルネの可能性があったんですよ。迫撃トルネが上手いプレイヤーなんでね、それだったらなえるわーと思ってたら全然違った。まあ、これバルーン行ってもいいけどね、別にディガー削りでもいい。こういうもん、あっちゃくに残るのかな、届いてない、うわスキル下手すぎる俺、やばい、これなんかいい防衛されちゃった。なんかあっちゃくいろよがね、勝ったり負けたりなんですよね。めっちゃ相性いいように見えるんですけど、なんかね、大砲、先置き大砲をされちゃうと、なんかゴブリンシュタインの怪物くんも通らなくて、バルーンも結局2周目大砲で通らなくてみたいな感じで、意外と厄介です、個人的には。これね、まあ1割で攻めちゃいたい感じもあるよね。みたいなね、なんか俺のデッキがね、もう一個回転早けりゃめっちゃいいんですけどね、絶妙に遅いからちょっと大変です。ケツアチャクはちょっとだけ美味しい気もするけど、まあ俺はディガー削りっすね。いや、このコウモリが下手すぎるって話する、やべ、やりすぎた、絶対にめっちゃいい攻めだったのにやりすぎ、切った、痛い、ちなみにディガーでしか削れない世界にいます。なんか微妙だったな、ちょ、ゴブリンシュタインがさ下手すぎた今。そう、こうなってくるとね、まずいんです。いやー、クエッカ、いやー、そうね、うまいんだな、マジ。マチャクエロフグ、これで1勝2敗とかかな。その前も負けたんだよな。めっちゃ勝てそうなんだよね。めっちゃ勝てそうだけど、
何なんだろうな。トリトンが邪魔ぐらいかな。赤様のね、着色マグじゃなかったかな、今季使ってた気がしますが、もともとはエレジャイとかラバとかをよく使うプレイヤーですね。わかんな、相手もおりねん。いや、そう、進化ゴリラのちょっと流行ってんだ。いや、これ角度悪いか。はい、いや嘘やん。さあ、親衛隊ロイフグかな。ロイフグもね、ちょっと多いんでね、今。いや、行っちゃってもよかったけど、細かいのが分かんないな。え、ラバナ、まさかのね。ライトニングラバか。あー、はいはいはい、ちょっと前に俺も使ってましたわ。とライトニングラバーちょっとだるいな。オリガモ暇これでもデリバリーあんのは美味しいね。まあスキルでもいいけどね。あれ、絶対スキルだったかじゃん。え、これ相性絶対いいぞえ、相性めっちゃいいぞこれ。一応これ今檻か、ディガーでタゲ取れたらさ、早めに。ライトニング嫌な雨なんですけど、ライトニング嫌な雨なんですよ、逆に言うと。いや、よくはねえの。なんかリガーとかつなげればよかったな。いや、もうね、そう、気づいたらね、勝てそうな気はするが、もう一回守んなきゃいけない。暇なんだな、相手。これもうさ、ライトニングなくね、なんのかな。あー、めっちゃいい、それやべ、スキルがやべ。おい、絶対相性いいわデリバリー雪玉がね、さすがに空へ誘るか。しかも相手バルーンとかなかったんでね。うわ、でけえ。なんかね、なんか勝てます本当になんか相性いいのが多い。もうそれしか言えないんだな。デッキの完成度も高いし、なんか今までバルーンをあんま使ってなかった人とかでも使いやすいかもね。てかの方が使いやすいかも。なんか今までのバルーンとはまたちょっと違った重いからこその、なんだろうね、ユニット残ってはもうバルーンつけるだけぐらいで、自分から回転で崩すとかそういうなんか難しい話がない。さあ、なんかブラスターめんどくさいね。これボムタワーとさ、なんか変なドリルデッキの人です。トルネーなかったら嬉しいけどな。めっちゃありそうなんだよないや、めっちゃトルネーありそうなんだよ本当に。え、ま、戻されんのそれ。デリバリー、アイスピカードリルボエもない。いやー、トルネか。
それね、強すぎん？ありっすかそれ。正直。いやー、ボムも回るか。めっちゃ行きたいけどな。バルキリーもあるしね。いや、これにボムを使わしちゃってもいいな。正直。使ってくれ。縦線とかは使ってくれないか。まあ単純に俺ドリル受けが大変ぐらいか。やべ、キングすらよかったじゃん。ドリル使ったな。行きたすぎる。いやーやば、これポイズンアイスピ取るね。誰が通るんですかっていう攻め。勘弁してほしいな。降りずに攻める。懲りずに攻める。懲りずに攻める。マジ勘弁してほしい。えんぐ、これ。これ勝てる未来あります？ちょっと押してんだよ。こういうのとかどうですか？マジできついなこれ。やべ、ケツかこれ。ゴブリンシュタイン、いやなんかドロスポイズあるし。やばい、勘弁してほしい。縦線に縦線に、いや強いこれ。やばいな、マジで勝てない。進化ボンが来るのかこれ。おもろいな。終わってんな立ち回り。あんま言えねえけど。終わってんだこれ。助けてくださいよ。まあこれ無理っすね。はい。はい、まあこれがマジアチャドリルだろうが変わんないんですけど、より 無理だったな。うん、不可能です。100回やったら100回負けれるね。高回転施設トルネはまあしゃーないかな。ゴブリンシュタインでね、ワンチャン覆したすれたらいいんですけど、まあドリルのケアもあるし、なんかトルネ施設のデッキにはねロケとかもよく入ってくるんで、まあ本当無理ゲーだと思っていいと思います。ゼロじゃないと思うんですけどね、ほぼゼロに等しいぐらいな感覚ではある。さあブラスターだ。下方されてもまあ多いわけではないですけどね、なんかちらほらいますね。あーペッカラムっすね。デッキわかんな、早俺。お前はこっちに来い。やめて、うっ、痛い。このダメージ許せねえな。あーペッカラムだけど新カードも入ってますよっていう贅沢だな。それはもうペッカラムじゃねえんだ。やべこれ、いやーだるいな。ライトニングあるんすね絶対。ライトニングサイダー、いやー端前新カードバルーンとかいけたら最高だったけど。やべ、めんどくさ、そういうのいらないって。いやラムあるんで、ちょっとバルーンディガーぐらいだったらねヘッポコになっちゃうな。え、ねえのかな、なんか変なデッキになってんな。
縦線入ってんのかな。でもベッカラムっぽいな普通に。いやなんかもう頭働かねえ。ツーいってらっしゃい。えライトニングの回転早くね。そんなもんクラロワって一発よし。いやもう全然いい。しかもザップだったな。やっぱタルーババザップね、なんか進化してんな。縦の戦士とか入ってるもん。いや美味しいこのザップ。いやいいよあるね。でこれケツペでちょっとね来てはくんねえか。行っちゃったりもあるか。ヤンキーぐらいがちょうどいいんじゃね。ふふ。すんごーすごいことなってるね。あ、強っ。食えよ。お腹空いてるだろ。いや、いいね。からの、またバルーン行っちゃってね。やべえかな。許してください。お願いしまーす。もうこれしかできない。え？待って、やばい！守られたら終わる。え、ね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 、危ねえ。フェイクの前に餌置いちゃった。さあ、でもこういうのも勝てますよと。チンパンです。檻がね、絶妙にいいんだよね。こいつがね。ペッカに。ペッカにラムに。先置きできんのもちょっと強いかな。こういうのもなんか雑に置いて。逆サイもね、まあデリバリートリトンもあるんで。こっから考えられる。あー、これペッカラムかペッカゴブジャイのヤナーメザップですね。からのもうゴブリンシュテインバルーンすれば勝てるぐらいの感覚だかも、正直。ザップあると思うんだよな。いやめっちゃ行きたい。これコウモリにザップ打ってくんねえかな。え、おいしくね。いやマジでさ、あれヤザップペッカなんですよ。でこれペッカで受けてこられてもバルーンめっちゃ入るし、これゴブリンの檻で何でも回収できるし、はい、これでグッドゲームです。うーん、嘘。なんか違ったか。なんか縦の戦士がめっちゃ良かったな相手の。縦戦か。ウンドラもいるしな。なんかちょっとちげえな。まあ、ゴブジャイペッカいるかどうかだね。まあちょっと縦戦追加が良すぎたな。ペッカゴブジャイだと思うっすけどね。こうなったら違うかな。まあ、体育インドラしかないってことでいい。俺マジテオダークできないんだよな。よし、合ってた。体育インドラだけ。まいやーこれ止まるかな。止まってほしいです。いやーでも相性めっちゃ良さそうじゃない。レーザーもあります。雪玉もあります。カウンターもあります。負け筋はインドラ事故ぐらい。てか体育インドラだけ。まね、正直って話だよね。お腹すいた。お腹すいたよね。よし、守りは固いよ。今なんかもうどっからでもいいや。適当にバルーンディガーしてさ、竹取って雪玉打って。それ勝ったやつが使うやつだからな。はい、
体育インドラだけみたいなね、ゴブリンシュタインだけみたいなよくあるんでね、美味しい。神相性がねやっぱたまにあるんですよね。さあ今回のネタはバルーンね、メガナイトインドラなんかね、インフェルノタワーみたいな、なんか変なバルーンデッキじゃないですか、あなたルイさん。ちょいちょい見る気がする。まあ暇手札回しして雪玉プラスディガーでもバルーンってバレそうだけどね。オリーから行きたいんだよな正直俺は。ケストリトン絶対良くないんですけど、まあええか。これそう、もうこういうこと。あれだって5個っさいだよ。いやーそれねーで綺麗にいかれんのかな。スキル使わないでいこうかな。どうせアイスイズで入らないし。タゲこれ良すぎん。アイスイズに行ってさ追加コウモリも何もできない。いやマジでやってること終わってんな俺。いやでもこれで、ね、勝てるんですよ。相手がウィザードとかライドルとかもね、4コス5コス採掘されたら逆採したインバルーンするだけなんですよ。でデリバリー回収、こんにちは遅れてトリトンキング起動みたいな。ペッカね、ペッカライドラまずいよね。ペッカライドラはちょっとまずいよね。なんで攻めちゃおう、完全無視丸。やば、最悪と思うやん。緊急回避、えこれやば、ちょ待って、檻ぶっ壊れじゃね。ライドル咲いたやん、シュタインバルーンってことこれ。アイスイズね、守れるんすか俺。あれそういう質問もなかった。はいジュジュ。いやマジチンパンバルーンデッキでさえなんかあんま考えずに飛ばせば勝てるんでね、皆さんもやってみてください。こんな楽に勝てたら幸せです。マジで檻置いて対空さえた逆にシュタインバルーンでさえ、まあ、2側ぐらいは適当に捨てたっていいか。なんかさっきもこんな感じだったな。いいよ。ペッカターン。え、ペッカラムやん。じゃあ、タルババの時点で。ペッカとタルババはセットにならないかな。ペッカラム以外で。いや、ここで死体ないのちょっとしょっぱいんだよな。この手札サイクル。ハゲそう。いけ。熱そうで悪い。これスキルじゃなくてリガーだったかな。まあどっちもいいか。あミスってないか、残れないか。やばー、ペッカライドラネードか。ペッカライドラトルネード、なるほど。ちょっと厄介ね、キングギドもまずい。いやいろいろとまずいな。俺だけで処理したいんでチョコはかけちゃおう。やべ、変なチョコすぎる。いやめっちゃでかいけどね、オリーデリバリーで一応処理はできるよ。まあバルーンなんだな。フリーズとね、打ち抜くそう。フリーズ
いや全然あるな正直。自分からペースをつかみに行ったっていい。檻が食ってない、やばい、檻が食ってないなんてことあんの。え、これもう終わってくれないで絶対に。え、やばいね、ほんとこのミッキー。勝ったかのように言ってるけどまだ勝ってないんだよね。え逆走ランバーミッキー、え、強すぎん？すごいよな、オリーってこんな強かったんやっていう。まあこれで世界35位とか来れちゃうんでね、端前にゴブシュバルーンやるだけです。ってことで、皆さんもね、ぜひ相手が対空されたらね、もうゴブシュバルーン飛ばす意識でね使ってみてください。ゴミ箱でした。お疲れでした。またね。